こんにちは、よそやマスターです。今週はですね、第59回有馬記念についてお話をしたいと思います。有馬記念ですが、今年のですね、グランプリは、頭数も16頭と揃ったんですが、メンバー的にもですね、かなり、高メンバーが揃った一戦なのかなと、グランプリにふさわしい一戦になるのかなというふうに思っております。それではですね、過去のレースを順番に振り返っていきますが、一つ目がですね、今年の天皇賞春ですね。このメンバーからはですね、ちょっと下もいるんですが、上位2頭ですね、フェノーメノ、ウィンバリアションを中心に見ていこうと思います。で、勝ったですね、フェノーメノなんですが、この日はですね、若干ですが内側が有利な馬場状態でした。それをですね、中段のインコース、絶好位ですねにつけて抜け出したということですね。で、一方ですね、2着のウィンバリアションについては、外を回っての2着ということなので、このレース内容だけを見るとですね、敗れたウィンバリアションの方がやはり内容的にはちょっと圧倒的に上なのかなというふうに思っております。で、この下にですね、実はまだいるんですが、ゴールドチップは外を回って敗れたと。あとですね、このメンバーで里野ノブレス、ラストインパクトあたりがですね、今回出走してくるんですが、里野ノブレスは逃げてですね、負けてますね。で、あと里野ノブレスと、ラストインパクトですね、11番ですね、11番がここですね。で、この2頭ですね、逃げた馬と好意のインで、この2頭が惨敗ですね。であれば、やはりゴールドシップ最高峰で、足は増しての敗戦の方が上と見ることができるのかなと思います。なので、天皇賞春の内容を見ると、やはりウィンバリア賞が1枚抜けていて、あと、ゴールドシップがちょっと力を発揮できなかったと。で、今回ですね、金庫賞でですね、ワンツーをしてきたラストインパクト、サトノブレス2頭がですね、やはりちょっとこの内容だけを見ると一戦級相手は厳しいのかなという感じがする内容でした。ちょっと距離が違うので、有馬記念で一概に、今回通用しないかということは言えないんですが、やはりですね、金庫賞は、こういう一戦級に入るよりはちょっとメンバーが落ちるということが、この、天皇賞の内容で分かるのかなというふうに思っております。で、次ですね、宝塚記念ですね。このメンバーからはですね、勝ったゴールドシップ、ちょっと下もいるんですが、もうこれゴールドシップの強さだけが目立った一戦だったということですね。で、ビルシーナがですね、スローで逃げて3着に残っているんですが、ゴールドシップはですね、ここですね、もう押して、先行して、外を回って押し切るという非常に強い内容でした。なので、この宝塚記念の内容だけ走ればですね、まずこの宝塚記念のメンバーには負けない、かつですね、さらにメンバーが強化する今回の有馬記念でも好走必至というふうに見るのが妥当なのかなと思います。ただですね、やはりゴールドシップの場合、ちょっと気難しさがある馬なので、この馬に関してはですね、自分の能力を発揮できるかどうかというところが大きなポイントになってくるのかなというふうに思っております。で、次ですね、天皇賞春ですね、天皇賞秋ですね、このメンバーからはですね、2着のジェンティルドンナ、あたりが、実はこのエピファネイアとか下にもいるんですが、里のノブレスあたりもいますね、あたりもいるんですが、ちょっと、2着のジェンティルドンナを中心に見ていこうと思います。で、ジェンティルドンナなんですが、1枠1番の絶好枠を引いたことによってインの3番手の絶好位を追走したと。で、直線ですね、ちょっと狭くなったんですが、内を割るように伸びて、2着ということですね。で、これ見方は2つなんですが、やはり、府中の 2000m 昔ほどではないですが、やはり内枠有利、かつですね、好位のインを追走するという展開に恵まれたと見るのか、ですね、休み明けで内を狭いところ割って強いと見るかというところだと思います。なので、ただですね、今回もジェンティルドンナ2枠4番の絶好枠を引いたので、同様の好位のインでですね、ロスのない競馬をすれば当然好走可能というふうに見るべきなのかなというふうに思います。で、次ですね、エリザベス女王杯ですね。このメンバーからはですね、勝ったラキシス、あと、ちょっと下もいるんですが、名将マンボとかビルシーナもいるんですが、この2頭はちょっと負けすぎなので、ラキシスを中心に見ていこうと思います。で、勝ったラキシスですね、1枠1番の絶好枠を生かして中段のインで足を貯めて、ロスのない競馬をしての1着ということですね。で、あとですね、ビルシーナはですね、2番手だけども、ゴール前で足をなくしてしまって11着、あとですね、どこにいた
かな、名称マンボですね、6番ですね、ここにいますね、ここにいてるの12着なので、一つはですね、ラキシスも展開、展開に恵まれての勝利、あと、まあ、11着12着のこの2頭はちょっと負けすぎなので、基本的にはですね、やはりエリザベス女王杯組はですね通用しないというふうに見るのがいいのかなというふうに思っております。で次ですね、ジャパンカップですね、このメンバーからはですね、上位ですね、エピファネイア、ジャスタウェイ、あとジェンテルドンナが出走し、あとワンアンドオンリーとかですね、フェノーメノもいるんですが、ちょっと心当たり、まず上位を中心に見ていこうと思います。で勝ったエピファネイアはですね、非常に強い内容でした。この日ですね、東京特急の雨が止んだ馬場状態で、外がですね全く伸びないというですね、ちょっと東京競馬雨が止んだ後で乾き始めると、外が伸びないという特有な馬場状態に恵まれたこともあるんですが、好意のインを追走してそのまま押し切って、4馬身差という非常に強い内容でした。で一方ですね、ジャスタウェイはですね1枠1番を引いたこともあって、絶好にて、4コーナーからスーッと外目に出して、届かずの2着と。で、まあ、これもですね1枠1番の展開に恵まれたのでどうかなという感じもするんですが、やはりですねこの時調教あまり良くなかったので、体調面を考えると2着を確保というのは立派なのかなというところですね。対してですね、ジェンティルがですね、ジェンティルドンナはですね、好意の意の絶好意直線も内を突くという、展開に恵まれながらも4着というのを考えるとやはりですね、力勝負になると一戦級相手では今現状はですねちょっと力の衰えが見られるのかなという感じがしております。であとですね、まあ、7着がワンアンドオンリーですね、まあ、外目を回った分と見ればですね多少、悪くないのかなという見方もできるんですが、あとフェノメノですね、これあたりも8着と。なので、まあ、前回だけを見れば、エピファネイアが力が抜けていて、ジャスタウェイがもうちょっと上がり目がありそうだぞ、だぞと。で、あとですね、ジェンテルドンナであれば、実は 0.2 差で外を回っているワンアンドオンリーフェノーメのあたりもですね、そんなに差がないという見方ができるのかなというふうに思います。で最後ですね、金庫賞ですね、このメンバーからは、勝ったラストインパクト、あとですね、2着のサトノノブレスあたりが出走してくると。でですね、勝ったラストインパクトなんですが中段のインコースにいて、抜け出すと。で2着のですねサトノノブレスに 0.2 差をつけていることからやはり前回内容だけ見れば強いといういいのかなという感じがします。であとですねサトノノブレスなんですが12番ですね、外を回っての2着と。でこの日ですね開幕週なので、まあ極端にですね、うちが有利ということはなかったんですが、若干、やはり、ロスのない競馬をした、ラストインパクトの方が展開に恵まれた感があるので、そういう意味ではですね、着差ほどの能力差はないのかなという評価でいいと思います。ただですね、やはりこのラストインパクトも、サトノノブレスも、天皇賞とかですね、他のレース、今までの、G1 戦線のメンバーと対戦した時の内容を見ると、ちょっとですね、やはり通用しない感があるので、そういう意味ではですね、この2頭に関しては、展開に助けられる必要がある。この2頭が構想するためには展開に助けられる必要があるのかなというふうに思っております。ですね。で、それでですね、まあ、今回ですね、有馬記念の展開をお見せしながら解説をしますが、今回ですね、枠順がいつものようにただの抽選ではなくて、選択順を、選んで、そこから、その、優先順位がある馬が自分の好きな枠順を選ぶというちょっと変わった抽選方法になりました。でですね、実は選択順が早い馬がどんどん内枠を取っていったことによって有力馬ですね、エピファネイア、ゴールドシップ、ジャスタウェイっていったあたりが選択順が後だった馬が外枠になってしまったということで、かなりですね、もしかすると馬場がですね内側が有利になったりすると波乱の可能性が高まったのかなという感じがしております。まあ外が有利な馬場、外もですね不利のない馬場であればそんなにこの外枠は影響しない可能性もあるんですが、現状ちょっと土曜日の競馬見なければ分からないといったところだと思います。ちょっと内から見ていきましょう。1番のトーセンラー、1枠1番ですね、で豊騎手はですねうちの好意のいいんで足を貯めれば、でかつですね今お話ししたように内枠が有利な馬場になった場合にはやはり注意が必要なのかなと思います。で2番のビルシーナ、さすがにですね逃げても、宝塚記念3着の実績はあるんですがこの時よりはかなりメンバーが強いことを
考えるとさすがにちょっと止まるのかなという感じがしております。3番のワン&オンリー、ここ2回ですね、菊花賞、ジャパンカップと外を回らされてなし崩し的に足を使わされて敗戦していると。で一方、2枠3番を引いたこと、かつダービーの時のように、うまく後位のインに入れられて、かつ、内枠が有利な、内が伸びる馬場になった場合にはやはり注意が必要なのかなと、巻き返しの可能性はあるのかなと思っています。で4番のジェンティルドンナ、実はですねこの馬あまり強いという評価はずっとしていない、前回もですね、後位のインで、内を作ったにもかかわらずイン有利の馬場で内を作ったにもかかわらず4着、天皇賞も府中の 2000m のすぐカーブかつ、内側が若干有利な馬場での2着ということを考えると、力はちょっとどうかなという感じがしてるんですが、ただですねやはり今回2枠4番という絶好枠を引いたことによってインの3番というのは絶好位多分入るのこの馬でしょう。それを考えるとやはり内側が有利な馬場の時にはですねかなり注意高い評価を与える必要が出てきたのかなと思っています。でラキシスはちょっと厳しいでしょう。6番トゥザワールドもですね一応ですね、うまく内に潜り込めば可能性はワン&オンリーともともと互角ぐらいの馬だった可能性はあるんですが、前回菊花賞も負けすぎなので、抑え程度の評価でしょう。でラストインパクトこれもですね先行力あるのでうまく内側に入れれば可能性があるのかなと思っています。で8番はダメでしょう。でウィンバイダー賞ちょっと評価難しいんですが、一応ですね天皇賞の春の内容だけを見れば現役でもこの馬、何本かの指に入るんですがちょっとその後の屈腱炎で前回の敗戦を見ると馬がちょっと壊れてしまった可能性があるのかなというふうに思っております。でフェノーメノ、一応天皇賞連覇の、実力馬なんですがやはりこの時は内側有利で後位のインを追走する展開に恵まれたので、このままですね、うまく展開に恵まれない限りは厳しいのかなと思います。で11番もですねやはり1000級相手では厳しい。デニマンドルビーもですねよっぽどまあもともとジャパンカップ2着の実績を考えると悪くはないんですが外の差しが、有利な馬場でですねのならなきゃ来ないと。ただですね、デニマンドルビーが指せる外差しの馬場になった時には、ゴールドチップジャスタウェイあたりがですね、やはり力を発揮できるようになるのでそれとの兼ね合いではちょっと、力が少し足りないのかなという感じがしております。で13番エピファネイア、これがちょっと取捨が難しくてですねもともと内枠を引けばですねこのエピファネイアがですねもしかすると楽勝する可能性まであったのかなと思っています。ただですね前回もかなり行きたがっていたようにこの枠順でですね、ビルシーナもあんまりペース上げない馬ですし、2番手追走しそうなトゥザワールドもあんまりペースが上がらないということになるともしかするとですね折り合い返って暴走してしまう可能性まであるのかなというふうに思っておりますで、うまく折り合いさえつけば力はやはり前回見れば非常に強い馬なので、楽勝まであると思うんですがただ、この枠順で前に壁が作れないということを考えると壁が作れずに暴走の可能性を考慮に入れなきゃいけない枠順になっちゃったのかなと思っています。でゴールドシップ、これもですね非常に乗り方が難しい馬でして、基本的にずぶいので後方からの競馬になると思います。で岩田ジョッキーなので、どちらかというと、中後方の、内側で死んだふりをしていて 3,4 コーナーからまくっていく競馬になるのかなとは思っています。でこの馬に関してはいつも言うように、能力をですね自分馬が自分で能力を発揮するかどうかっていうところにかかってくるのかなと思います。でジャスタウェイ、この馬もですね、前回のジャパンカップ2着でですね力を見せたので、外枠でもやはり注意が必要と。ただですねやはり、内側が有利な馬場状態になった時にはこの外枠の馬ですねみんなですね、取りこぼす可能性があるのかなと思っています。で16番オーシャンブルーは厳しいでしょう。今のところですね実はこれ、枠順が発表する前はですねかなり力差がはっきりしていて分かりやすいレースかなと思っていました。ただですね、軸候補の馬がどれも外枠を引いてしまったと。でかつですね今週から実はコースが A コースから B コースに変わると。でこれによって
馬場がどう変わるかちょっと現時点では想定できていません。なのでちょっとまだあのですねどういう予想になるかっていうのは現時点で全く私もですね把握できていなくて、馬場に合わせてかつ展開をもう一度想定し直して最終的な予想をしたいというふうに思っております。有馬記念の解説は以上です。無料会員の方はここで終わらせていただきます。ここから有料会員様限定でお届けしますが、今お話したようにですね非常に馬場によって予想をガラッと一変させなければいけないレースになったというふうに思っております。で、力ではですねやはりエピファネイア、ジャスタウェイ、この2頭ですねが、ちょっとですね抜けている感じがしていました。ただですねこの枠順の場合エピファネイアの場合は折り合いを欠く心配、あとまあこの14番15番ですね、この2頭に関しては外を回らされて一周外を回らされてしまう心配があります。そうすると内枠先行馬で決着して波乱という可能性が出てきたのかなと思っています。で波乱要素あの波乱この場合ですね外の差しも不利のない馬場の場合には当然13、14、15といった人気馬が中心になってくると。でそこにですね、まあ内をつきそうな1、3、4あたりですね、まあ、あとラストインパクト前回の健康賞をどう評価するかなって感じですけどね、あたりあとフェノーメンですねあたりが相手になると。なのでどちらかというと外の差しも外枠も不利のない馬場の場合には力で人気馬ですね13、14、15の上位人気馬を中心に見ていこうという予想になるというふうに思っています。で一方ですね、極端に因が有利とかですねあとまあ展開もあんまり早くなりそうもないんでどちらかというと、B コースになって内枠が有利になった場合にはですねちょっとあんまりジェンティル強いと思ったことないんですがやはりジェンティルであるとか当選ラーワンアンドオンリーこれあたりをですねまあどれもちょっと力的に一歩足りないからですね展開だけの助けで通用するのかなっていうところは疑問は残るんですが、これあたりでもしかすると穴を狙った方が面白いのかなという感じがしています。でそこにですね力がある13、14、15がいて、まああと先行できそうな7番であるとか、まああと10番も力ありますねがあたりが中心になってくるのかなというふうに思っています。ちょっとですね今お話したようにまだですね、木曜日のこの現時点ではかなり予想が決まっていないというふうに思っています。なので、このですね、まあ、1、3、4を中心に見る予想になるか、13、14、15の人気馬が中心になる予想になるかによって私がどちらの馬場になったかということを見ていただいて、相手候補3連複3連単買うときもですね、内枠で決めたら内と先行馬をですね狙っていく、外の差しも届く展開になった場合、まあ、この場合力なので内枠の馬も来るんですがその場合には力勝負という、想定で3連複3連単を組み立てていただければなというふうに思います。有馬記念の解説は以上です。また来年よろしくお願いします。